回のいきなりステーキ。有名でこれ行きましょう。有名でこれ行きましょう。趣味には決まりですか？あ、まだです。どれですか？どれが一番なんかこう、もううちだみたいな。これぞうちみたいな。そうですね。じゃあお昼限定のことがワイルドステーキですかね。あ、そうですか。ライスサラダのスープがついております。じゃあ私これでしょう。あ、そうだね。うん、ですね。じゃあ僕もこれで。かしこまりました。すげえな。1200何グラム必要だったっけ？800グラム。何ぐらい？いきなりステーキ。でも今かけるとあれですよね。ものすごい跳ねそうです。本日の一本です。新宿です。フォーナインズの三日目ですね。未だ人気です。フォーナインズと IC ベルリンがコラボしたモデル。ここがすごく特徴。このヒンジのところがもう今廃盤です。で、こういったメガネですね。すごく普通なんですけども、ここがお見ればもう一発で、 IC ベルリンとミカメっていうのですごく話題だったメガネです。今も探してる人はいます。はい、いいメガネですね。ちなみにこれは調整はフォーナインズではできなくて IC ベルリン側になります。結構難しい調整がメガネです。